チェルシー最新ニュースチェルシー争奪戦アーセナルなどを破りジョアン・フェリックを獲得チェルシーが11日アトレティーコ・マドドに所属する23歳のポルトガル代表フォワードジョアフェリックスを今季終了までの期限付き席で獲得することを発表したブノワバジシーレダトロフォファナー・アンドレーサトスに続く4人目の補強となる今シーズンの レミアリーグはアベまで。14日間無料。いつでもどこで。簡単視聴、フェリックスはベンヒカの株。オリで育ち、2018年にトップチームへ昇格点2019年7月には、トレティコへ移り、UEFA チャンピオンズリーグ、CL の。コモティフモスクワ戦で CL 初ゴールを決め。今季は公式戦20試合に出場し、5得点3アシストを。6している。 ポルトガル代表としては、昨年の、タールワールドカップにも出場していた。し、ルシーの公式サイトを通じてフェリックス。チェルシーは世界でも素晴らしいチームの。ツダ、チームの目標達成に貢献できればとし、テール、ここに来ることができてとても嬉しい。スタンフォードブリッジでプレーできる子。を楽しみにしていると語っている。両関連機。